マリオスカイヒグフ。マリオスカイヒグフですね。スタート。さあ、これ気絶避けたいからね。危ない。おー、どうだ、青いと言ったか。まあ、これ食らいながら貫通でいくわ。青いとぶ刺されるんじゃ、ぶ刺されてるわ。ってなると、慎重にことを進めたいが、中間来い。薄点々。滑っていこう。滑っていけばさすがにスカイハイ大丈夫やろ。オッケー。え、これで終わりちゃう、もしかして。いや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 。危ない。よし。ベコーンからの、ルイジングメンバー。取らせない。ほら。よし、行ったか。持ち上げビーム。あ、なんか俺取られてる。ちょっと待って。その話しちゃうで。口には口に。危ないぞ。うわー、危ない危ない危ない。さあ、オッケー。なんとか回転ジャンプをさせない戦法で。ビーム、おっしゃ。今の当たってないの？ほっ。さあ、無限回転。わー、多いとか。ちょっとまずいな。通したくないよ。ふっ。まずいまずいまずい。あ、でもクッパ戦もありそうやな、この感じ。ふっ。いやー、なんじゃこの駆け引きは。クッパ戦あるわ。ファイヤー。マンタマリ。さあ、マントでファイヤーか、これ。ファイヤーで行こうか。デッテュー。マント。デッテューも欲しいな、これ。うわ、刺せるか。そんなことはさせん。ドーン。持ち上げんないか。貫中？なんで？へえ。危ない。よし、ルイージナイス。わあ、なんじゃこりゃ。コールドクライム。コールドクライム、赤コイン5枚戦ですね。行きましょうか。アルヒッパパと蓋。アルヒッパパとさ。アルヒッパパと2人で、なーのさーですね。さ、滑っていって、アイテムなしか。こっちが多分ね、正規ルートのはずと思ったんですが、違うらしいわ、おいと、みんな。みんな違うって。おー、なんでやねん。全員やられてもうた。うわわわ、待って待って待って。このままマリオに語れるワールドやぞ。急ごうぜ。やばい。これ赤コイン関係なくても負けやもんな。クリオン確保に向かってくれ。赤コイン取るわ。どう？バネーボンバー。バネーボンバー行きます。貫中から中間へ。フリーオール、フリーオールの実況プレイ。なんで？ここ、うわー、これ落ちた方がいいね。中間取ってるから落ちて一旦浮上しよう。ルイージも同じ考え。で、リフトに乗らなあかんと思うねんな。そのリフトがあると思うから、この矢先に。リフトやろ。あれ？青リフトないの？青リフト来た！ふっ。これにちゃんと乗っていかなあかんねん。乗り損ねたんや、マリオ。さあ、危ない危ない危ない。おーっ、危ない、仕掛けた。仕掛けた、あかんねや。マリオ賢い。やばい、やられた。わあ、じゃあもう負けやん。だからか、そりゃそうやな、マリオがあそこで落ちるわけがないもん。うわあ、そこまで頭回らんかったな。くそー、やっちまった。おマークでマリオだけについていくべきやった。ルイージ、どこでかさらわれとんねん。天空浜ブロスかよ。ほいで、ここで行かない。うわー、ここが読めなかったな、マジで。ウリオどうやろ。ウリオ手こずってくれ。よし、行こう。アイテムと、あ、赤コイン開通、これまずいですわ。終わったー。ダメ押しの一撃。負け認めざるを得ないよな。なーに押してくれてんねん。7の2ミッドナイトレイター、7の2ミッドナイトレイタースタート。さあ、どのようなコースか。危ないぞ。特大デールザビームやぞ。まあ、今の直撃はもう避けられんかったな。お疲れ様でした、言うてくれている。これアイテム取ろうか。どんぐりで一気に。危ない。まあ、これはもう避けられへんの、そのレーザービーム式。めっちゃ強いもん、この青いやつ。これどんぐり取るか。どんぐりで滑空してった方が勝ちでありそうやし、どっかショートカットあるかもしれんからね。どんぐりで勝つというプランでいきたい。うわー、ルイージングメンバーいってるよな、これ結構。さあ、フリオ大丈夫か。ずれそうやで。ほい。さあ、ルイージの姿がない。帰ってこい。ん？ルイージ早すぎない？あ、間落ちたんやな、多分。こんなら、チャンス。よしよしよし、戦闘これ、ファイヤーバーグ。兼ね合いいいぞ。ノーアイテムからそのまま行き切った方がいいね。戦闘兼ね合いいいから。レーザービームが来る前に、来る前に。ゴー！やったー！俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。デッドエンド、デッドエンドですね。スタート、行きましょうか。さあ、30秒スペラー。さあ、上か下か、もうとりあえず急ぐしかない。上か下か選んでる場合ではない。とにかく先頭で行かないと。さあ、ルイージどうか。ルイージが当たりか。ルイージ当たりっぽいな、これ。こっからチンタラする時間あんのか、俺ら。こっちが行ってみる。
この間にどっかなったら勝ちやな。ない、よし、一気にぶつからず帰れた。ってことはこのまま左行けば左にドカンあるんじゃない。ドカン来い、ドカン、ドカン来た。時間がない、直接ゴール来い。なんじゃこりゃ、デッドエンドや。ドアドリッキー、ドアドリッキーですね。スタート。さあ潜り込んでいきたいところ。さあなんだこれは、怪しげですが、もうとりあえず先手取るか。でこれで締め切りしてるのかな。さあでもな、締め切りとかじゃない。うわー、大やけどステーカーで、マリオとかみんなやられたな。チャンスあり。上から脱走できるんかな、そこのキノコで上から脱走みたいな。このままさ、上から掘り進めていってみたいなね。まあ無理か、生身でバトルで行こうか。このように行っといて、あ、早い行って、早い行って、しゃがみジャンプ。フリオ掘りかれへんみたいね、フリオの感じからしたら。んー、これはまあみんなで並ぶか、並ぼうぜ。で上から行くわ俺、このあ、ファイヤーの上から行かれへんねや。あぶね、落ちるとこやったやろうが。フリオやめて、フリオ、よし、ここムーンウォーク打ちます。どうだ、抜けたか。うわー、上からなんか掘っていけそうやなこれ。掘っちゃおっかな。よいしょー、子猫掘っちゃおうぜ、俺らで開拓しちゃおうぜ。そんなことできひんわ、全然できひん。急いだ方がよさそうやね。はい、こらどうよ、何がやったじゃん、人間舐めんなよって俺が悪いっていうね、どう考えても。リンクズサーチアドベンチャー、リンクズサーチスタート。さあデレレレーン、サーチャーがなんか探していくんかな。うわー、ほんまやな、特大サーチアドベンチャーやな。これどうやって取ろう、5枚取ったら、まあ、完了ってことか。ここか、いろんな土管やね。はい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 、ほんならまずじゃあ一番奥側からなんか取っていきますか、順番に。一番遠いところを残すとどうなるか分かりませんので。何をしてんねん、大丈夫か。おーっと、これはパウブラックス、あそこ開けたらいいんか。でも、もっと行ったらいいよなこれ、もっと先の方まで行って、リンクで、これでこじ開けて、よし、勝ち割りで、爆弾で勝ち割ろうぜ。そうすることによってダイレクト入選、まあ、これで1個クリアって感じやん。でもう1周、もう1周って感じで手分けしようぜって形やな。赤土管終わってる。ってことは青土管と、青土管今終わったからオレンジ狙いやな、これオレンジ狙い、オレンジ取ったやつの勝ちや。これ分かってそうやな、その勢い、ほら自信にあふれた表情、ほら1個迷いがないあいつに。うわー、そういうことか、これオープンすんねや。これをさ、フリオも入りたそうやな、ここに。あ、開いた、よし行こうぜ。この子ありがとう、あげてくれて。逃げ切りの方向に会いたい。どうだ、やったか、三角形ですよね。五輪ワールドゴノゴサワー、ワールドゴノゴサワーですね。始まるよー、はじまらない。さあルイージメンバー亀裂によってルイージは始まらなかったという形で、もこの5やからね、ボス戦とかなんか潜り込ましてくる可能性あるのと、あと俺が普通に気絶する可能性あるな。間中間、うわー、でもフラワーありがてー。一旦こう待ってから、さあルイージングメンバーもう一度気絶申し込みやから、単独旅行という形になってしまいましたね、どうしても。さあどうか、何事もなくカッコンですね、カッコン。いざエッグ、50コイン1枚取ってからゴールですね。それは10コインやから違うやろ。上からはこれいけないんで、とりあえず下からやな。危ないぞ。あ、なんかあの中にあるぞ。猫キャット来た。こんな猫キャットで、鍵取ってこないと条件取れないから、どっかに鍵あるみたいやな。ルーチメンバー、猫キャットそれに変えてくるのかな。さあ、この中かな、鍵は。行って、何してくれてんねん。上登っていって、猫ロストした状態っていうのはあんま良くないけどね。とりあえず行こうか。はいよ。で、ここの中に何か、鍵になるものが。おー、ちょい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 、どういうこと、危ないよ。猫あった。猫取りたい。ほんで、クルージングメンバー。いけるか、俺もヒップドロップやってみよう。ウェーン、終わった。知らねえ、あまりにも知らなすぎる。それは
で、上から行っても別に意味ないから、ブロック立ち割ることはできるけど、意味ないもんな、とりあえず。つまりは、あ、隠し鍵あった！隠し鍵か。そういう感じか。よし、これ亀裂避けつつ、危ない危ない、先入った方が良さそうやな。ふっ、ふっ。うまい、うまい、うまい。よかった。危ない。待って待って、マリオ行かないで。阻止しろ。マリオ行かすな。危ない。マリオ阻止しろ。いや、まあゴールで先待つか。ゴールがとりあえずあの土管入らなあかんから上行こう。そうやね、こっちで待ってた方がいいね。サルベージングメンバーどうか。ここ確かこの辺やったな。この列にあるから、よし、どうやろう、行ってみるか。直前ゴールか。条件浮いてる可能性あるからね。そう、あの逆側からマリオがダイビングで来た場合はこっちに浮くから、それも考慮して入ってみた。ご視聴ありがとうございました。さあ